刹那 F 聖炎出る。俺は俺のスタイルで行かせてもらう。ここが小惑星基地アクシズ。地球まですぐだね。準備はいいか。行くぞセスナ。了解。ロックオン。俺が活路を開く。援護は任せた。最悪我々だけだ。もしかしてアムロ隊員じゃない？なんか獰猛なモビルスーツが暴れてる。ガンダムバルバトスルクスレクス、狼の王の名を冠するガンダムフレームだ。あれ、敵かと思ったら小隊長か。ユナたちもいるの？それバルバトスなの？尻尾がついてるけど。あれは橋までについてたものを移植したんだよね。なんか不思議なんだ、今まで俺に尻尾がついてなかったのは信じられないくらい。それよりここどこ？オルガは？ここは地球のすぐ近くだ。君には火星に戻ってもらいたいそうだ。分かった、そっちに行けばいいの？小隊長さんについて行って。目標はアクシズのド…あった！核パルスエンジンの動力システムだよ。黄色く光ってる柱みたいなやつね。本来はアムロレイ隊員がエンジンノズルを破壊するはずだが、彼の存在が確認できない。だから私たちが破壊しないと。分かった、仕事でしょ。23機は壊さないといけないのよね。次も探さないと。そこだ。これはどうだ。諦めない。肝心な時に食らえ。くそ、まだか。シールドミット。ここで寝てない。甘いな。邪魔だね。俺たちの前から消えろ。これでどうだ。諦めない。バカな。これでアクシズが止まればいいのだが。バカだ。飛ばしすぎたか。シールドミット。ゲッ、とどめだ。もう一撃。はい、ゲッ、やるな。これはどうだ。で、あ、動力システム破壊確認。これでアクシズの加速は止まるの？いや、足りんな。あともう一つは破壊したいところだ。分かった、見つけて壊せばいいんでしょ。サクラ、ここはどうなってるの？地球に落ちようとしている小惑星、その中に作られた基地。あ、見慣れたザクやゲルググ。正確にはデラーズフリートのモビルスーツだ。動力システムの周りにもいたな。このブレイク現象、さっき発生したものだね。83年、10年前の事件、シャアの反乱と何か関係があるのかしら。狙い撃つぜ。
さすがだな。かわせるか。そこ貴様の痛み。やるな。どいてくれる。戦争士の能力、この時代から10年前の機体になる。アクシズ落としても星のクズのコロニー落としがつまずいてるのかな。そういうパターンはこれまでもあったわね。狙い撃つぜ。クリア。そこ。ああ、そっちだ。どこだ。やるな。もらった。テリア、落ちる。邪魔だな。ジェイ、見事だ。うわあ、うわあ、落ちる。ジェイ、やるな。ジェイ、見事だ。うわあ、これで2個目だっけ、壊したの。ペリグーだよ。アクシズの速度が落ちた。さらに同胞だ。深部に続くハッチの電子ロックが解除された。アクシズの伝送系にも影響が出たみたいね。行きましょう。の悪魔、我々の邪魔をするな。レギンレイズジュリア、キャラルホルンの新型試作機。この敵は私の獲物。ジュリアの性能ならばいける。月外縁軌道統合艦隊ジュリエット・ジュリッソン。リボーコロニーはハシマル戦では一緒に戦ったけど、今回は敵だよ。邪魔だなあんた。これ以上はどこにも行かせません。ラスタル様のためにもここで遅れを取るわ。こいつの相手は私が。こいつしつこいな。私はラスタル様の剣。ラスタル様のため何人にも遅れを取るわけにはいかない。彼女はどうしてここまでラスタルエリオン総司令官のことを。彼女には身寄りがなかったのだ。しかし総司令官はその才を見抜き、うっ、あなたを行かせるわけにはいきません。お前消えろよ。まずいな。本来生死で行われる戦いが起きている。このままでは間違った歴史が登録されるぞ。ねえ、何人殺せばいい。あと何人殺せばそこへつける。教えてくれオルガ。
俺がいつか団長、どうしたの三日月君。三日月君の様子がまずいよ。これ違う、この人の強さ、私が知っているどんな人間とも、いや、もはや人間では。ああそうだよ、連れてってくれ。次は誰を殺せばいい。なぜだ、なぜまだ抗う。無駄なあがきだ。こんな無意味な戦いにどんな大義があるというのだ。大義、何それ。無意味、そうだな、俺には意味なんてない。行かせない。なんて力。レヴィン・レイズ・ジュリア、ブレイクアウト成功。三日月くん、体は大丈夫なの。うん、平気。帰らなきゃ、オルガのところに。三日月オーガスも。爆発は何？ロンドベルの工作部隊の仕業だろう。ここは静止通りの展開だ。本当にアクシズを内部から破壊できるの？そのはずだけど、ここはブレイクミッション。何がどうなるか。ここに来てアローズのモビルスーツが。そんでもって動力システムもあるよ。西暦の歴史からのブレイク。これ何が。アクシズ落としの阻止だけで手一杯だったのに。ザッ、そこザッ、ゲッ、捕らえた。テルやるな。俺の距離だ。ザッ、落ちる。さすがだな。くらえ、落ちろ。ザッ、ゲッ、ザッ、見事だ。ザッ、さすがだな。これで3機目のシステムを破壊したよ。毒を食らわばさらまれよ。すべて壊す、やってやる。2機目を破壊した時点で先へは進めるのだがね。宇野姉さんもやる気だし、4つ全部言ってもいいかもね。そばだって言うのか。あ、アムロ大尉いたよ。ミノ姉さん、大尉じゃなくて上尉さんだよ。じゃあこのブレイク現象って、アムロレイが狩るガンダムの系譜、その最初と最後ということだ。なるほどな。納得してる場合じゃないでしょう。こちらホワイトベース隊、アムロ少尉。小隊長にユノさんたちか。シャアは、シャアはどこに。ここにはいるんだけど、お探しのシャアはいないというか。ここはアバオア空ではない。だがガンダムが戦うべき場所であることは確かだ。ブライト艦長さんも頑張ってる。まずはここから脱出しよう。シャアがいない。だけどこの感じ、何かがいる。ブレイク現象だ。アローズのジンクスだな。あ、この先だよ。大きなブレイク反応を感知。西暦の時代がどこまでこのミッションに関わっている。ここまで散発的ではあるんだ。宇宙世紀、ポストディザスター、西暦、どんな紐づきかしら。シャア創生だといいんだけどね。うわあ、そこか。やるな。このそこか。ザッ、さすがだな。
落ちる。いただき。ちょっと急にザフト軍ガナー族ウォリアだ。こんな狭いとこでぶっ放さないでよ。このゴリッパザク、こいつ違うぞ。ザクなんかと装甲もパワーも、それどころか歴史が違う。ここに来てコズミックイラだと、ますます最後にいるのは誰なのよ。あやるな。ロックオンスタート。大きなブレイク反応までもう少しだよ。なんかアローズ軍が増えてきた。ブレイク現象は宇宙世紀じゃなくて西暦2300年の歴史から。ポストディザスタンだ。コズミックイラの可能性もある。予想がつかんだ。誰だ、誰かが僕を見ている。かわせるか。でやー、見事だ。やるな。ギュッ、ぜひそこか。リボーンズガンダム、行く。なんだ、ガンダム。さあ始めよう、来たるべき未来のために。うわー、イノベーターのドンが登場だよ。西暦の歴史から、ネオジオンの総帥じゃなくて。そうだよ、名前はリボンズ。リボンズアルマー、ガンダムとガンキャノンを合わせたような。僕はイオリア・シュヘンベルグの計画を忠実に実行している。イオリア計画、結局何をするためのものなの。人類にこの計画を遂行することはできない。できるのは僕たちだけだというのに。産業革命以来、機械文明を手に入れた人類はその地、いずれ人類はイノベーターになる。時代の変革期には古きもの、悪しきものを切り捨てなければならない。愚かな連中を誰かが諭してやる必要があると思わないかい。それがお前だっていうのか。人間の価値観は狭すぎるんだ。僕らはもっと広い視野で物事を考えている。勝手をする者には罰を与えないとね。こいつ、人が人に罰を与えるなんて。愚かな人間だ。イノベーターは人類を導くもの。人類は試されている。滅びか、それとも再生か。イノベイドはイノベーターの出現を促すために作られた存在じゃ。僕はイノベイドを超え、真のイノベーターすらしのぐ存在となった。そうさ、人類を導くのはこの僕だ。神にでもなったつもりか。僕は神そのものだよ。信仰の対象ではなく、人間を管理し未来に導くのだから。そうしなければ人類は戦争により滅び、そう考えているのだよ彼は。救世主なんだよ僕は。でも優秀な量子コンピューターをうまく使えば人間だって。人の手に余るシステムはこの僕が管理する。エモだよ、そんな歪んだ世界は。僕の知らないガンダムの力だと。違う、これは人の力だ。君には新しい可能性を感じる。ニュータイプというのかな。僕は特別な人間じゃない。これだけ戦い抜いてこられたみんながニュータイプなんだ。バカな、愚かしいよ。だから人類の管理を。そうさ、そうでなければ僕が作られた意味がない。存在する意味も。私だって作られた AI だけど、一緒に未来を作っていくのが役割じゃないの。過当な人類などと一緒に。そうやって永遠に他人を見下すことをやめない限り、
分かり合うことなんて。その気はないよ。この少年、何かを感じずにはいられないな。なぜだ。そこだ。フェス、トッ、そこ次のだ。フィンファング、が、こんなところで。そこ、フェスは終わりはしない。さよなら。さよなら。こんなところで終わるのかよ。これで君たちはこの世界にとって危険な存在だ。当たる。一つ言っておくよ、君はイノベーターになれない。悲しいけどそれが現実なんだよ。そんなものは望んじゃいない。僕は普通の人間でいいんだ。リボーンズガンダム、およびガンダムのブレイクアウトを確認した。私たちもブレイクアウトするよ、小隊長さん。アクシズの落下はどうするの？奇跡を起こすには足りないものが多すぎる。この瞬間にふさわしい男たちが。これがソレスタルビーイングだ。あんま余裕こいてると痛い目に遭うからな、気をつけろよ。